スペルクレイジーは、メキシコのプロレスラーである。本名、フランシスコ・パントー・ハイスラス、イダル・ゴシュー出身。クレイジーボーイ、レイ・クエルボ・ワイト・コデ・ペサディーヤ、ダイナスティア、ランセロスは、老いにあたる。1988年2月4日、プロレスデビュー。1995年までインディーを転戦した後に、ウア入り、ウア解散後トリプル A で、ヒステリアの名のマスクマンで活躍。 トリプル A では、ルードスデラ・ガラクシアのメンバー入り並行して WWF にも参戦。1997年からは、プロモアステカ入り再び、スペルクレイジーのリングネームを用いる1年ほどで対談。1998年に、イカップリングウィズとサイン。この頃から、場外乱闘において、観客席の2階から、ムーンサルトプレスを観光したのは、 今でも語り草となっている。タジルとはライバルとして何十回も対戦し、メキシカンデスマッチを代表として数多くの名勝負を残す。イカップリングウィズ名物の一戦として有名であり、両選手とも熱気あふれるイカップリングウィズファンから尊敬を受けていた。イカップリングウィズでは TBO 王座を獲得している。イカップリングウィズ崩壊後 XPW。 CZW、ロー、などアメリカを転戦、プエルトリコのイは日本のゼロワン、新日本プロレスなどにも出場していた。なお、ゼロワンにおいてもイカップリングウィズ時代同様、観客席2階からのムーンサルトプレスを観光している。ゼロワン参戦時代は、ハッスルへ、スペルウィルスのリングネームで参戦したこともある。2005年6月12日に WWE、イカップリングウィズ、 S1 ナイトスタンド出場。ここでも観客席の2階から、ムーンサルトプレスを FBI めがけて観光している。その後 WWE と契約。プロレスラーのユニット、メキシクールズ発足とともに、スマックダウンを活動の舞台とした。登場初期はヒールとして活動したが解散後前後からベビーターンする。2007年には RAWA 席。主に、 メインストーリーには絡まず、ヒートなどの前座番組に出場し、ほとんどの場合引き立て役に回ることが多かったが、白装ジム・ドゥ・グアンと移植タッグを組んでいた。2008年6月の補足ドラフトにて古巣である、イカップリング・ウィズへの移籍が決定するも、なぜかスマックダウンへ移籍。ここでも、彼の技術は引き立て役としての役割であり、実力に見合う、活躍の機会を与えられることはなかった。 2008年11月に WWE を自主対談。WWE 対談後はメキシコのペロスデルマールやプエルトリコで再び岩で活動中。2009年2月14日には自身3度目となる岩 i c o 王座を獲得した。2009年全日本プロレスに参戦。2015年現在プロレスリングノアに参戦中。ノアでは 入場時入場曲に合わせソンブレロとメキシコ柄のポンチョを着用し、ホイッスルとマラカスを携えた陽気なスタイルで入場。ソンブレロと観客の帽子を交換したりホイッスルを子供に渡したり、セコンドやパートナーと踊ることが多い。ありがとうございます。